こうしよう。はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらとこちらですね。 WBBA 限定のブレイズラグナルク 4SB とベイランチャー LR です。はい、ということでこちらはですね、8月末に発売された WBBA 限定のブレイズラグナルクだね、うん、色違いのやつだね、これかっこいいよね、はい、そして、ベイランチャー LR、うん、これも買ってましたので、はい、開けていきましょう。うん、お、めっちゃかっこいいじゃん。うわじゃあステッカー貼っていきましょう、うん、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがブレイズラグナルク4スターブローですね、うん、じゃあセットしていきましょう。はいはい、ということでこんなブレイズラグナルクだよね。これめっちゃかっこよくない、うん、すごい。このステッカーも相まってめっちゃかっこいいね、これ、うん、やべえ。そして4とブローが赤系でスターがブルーになってるんだね。はい、すげえいい感じだね、うん、めっちゃかっこいい。この前ね、3on3 のベドーが出した時にコメントをいただいてたんだよね、うん、レーシングシュート力弱いからベイランチャー LR はいいかもしれないっていう。あ、うん、なので今回はこれレーシング君が使ってください。紐が短いんだって、うん、で引き切るまでに7回転と4分の1回るんだって。おだから結構その短いリーチですごい回転がするっていうことだから強いシュートが打てるってことなんだよね。お、うん、それでレーシング君はこれとこのブレイズラグナルク、この組み合わせでやってください、はい、それに対してパパがこの、うん、エイシンクのその牙城を崩すべくです、強いベイで立ち向かいます、うん、ということで行ってみようよ。はい、ではエイシンク、ベイランチャー LR でシュートしてみてください。はい、こうして、あ、ちょっと全然今までのエイシンクと違うじゃん。いい感じじゃない？うん、いや、これは楽しみだ。はい、じゃあパパのアタック軍団、こちらでまずいきます。はい、キラーデスタイザー、2ボルテックスハンター、はい、3、2、1、こうして、さあさあさあ、よし、さあ避けてるぞ、さあ行け、よかった、よし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 、当たらなきりが意味がない。どうだ、お、お、やばい、うわ、行け、よし、あ、負けた、よっしゃー、3、2、1、こうして、うわー、よっしゃ、バラすな、3、2、1、こうして、よし、行け、よし、あ、きついな、よし、また、じゃあ次私はこれでいきます。レジェンドスプリガー、セブンマージ、右回転、3、2、1、おっ、やばい、うわ、怖っ、よし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 、なんで、あの、うわー、また両者バスト、3、2、1、おっ、うわー、また両者バスト、3、2、1、おっ、はい、では次こちら行きます。ギャラクシーゼウス4メテオプラネットで行きます。はい、3、2、1、こうして、よっしゃよっしゃよっしゃ、返してやったぞ、3、2、1、こうして、わー、じゃかなり斜めに打ってんだ、よしよしよし、わすごい、あたり、マジで、あたり、これは全然今までと違うよ、うん、エイシン君のシュートが強くなった、はい、よし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 、あ、やばい、でもやばい、微妙、よし、3、2、1、おっしゃ、よしよし、アタック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 、おっしゃー、返したぞ。じゃあ最後パパはこれでいきます、うん、ロストロンギヌス9スパイラル、3、2、1、おっしゃ、よし、よっしゃ、よしよしよし、耐えたぞ、いけ、回すぞ回すぞ、わ、すごいすごいすごい戦い、よし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 、お、どうだ、どうだ、負けるか、あ、負けた、よっしゃー、3、2、1、おっしゃ、ちょっと手を引いて、あー、そうだ、あー、3、2、1、おっしゃ、よし、当たって、よし、やだった、あー、もうオーバーできないな、これは、こい、あー、微妙だ、あー、やばいやばい、おい、はい、ということで今回は WBBA 限定のブレイズラグナルク 4SB とベイランチャー LR でした。はい、ということで今日の動画が面白かったな、気に入ったなと思った方は気に入ったボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、最初チャンネル登録もよろしくね。ということで、今パパ勝っちゃったけど、うん、
強くなったね、はい、シュート力すごい高まったと思います、うん、これでいい感じに今後対決できそうだね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。